らこうしたいなというのがあそこから始まってるんで。その時には足立つとむ物語今出てるの読んでるんですけど、読まなくていい。電車すんなりすんなりラインに行ってますよね。そうですね。あの時は、まあ、その分ずっと今まで原作もでやってっていろいろ溜まった部分があったんです、はいはい、何も考えてないつもりだったんだけど、はい、多分溜まっちゃった溜まってた、うん、だからそこからラインに関してはねすごい素直に書きたい、はい、あの書きたいものみたいなのが見えたんでこっちでいいんじゃないのって言ったら読者はちゃんとついてきてくれたんです、はいはい、ついてきました。編集はついてこなかった。ついてこなかった。だからこういうやり方だと読者は分かりにくいし、はい、もっとちゃんとセリフで説明しないと伝わらないよって言われたんだけども、はい、いや絶対そんなことはないと思ったんで思ったんで、うん、だからもう読者ちゃんともう、そういう読者は育ってるなと思った、はい、それはあのね編集よりも確かに見る目はあったと思う、はい、まずですね、はい、何そのラインに行くときに、うん、どこの部分が重要だったんですかね。そのなんて言いますか、テンポなのかキャラクターなのか、どこどの新しさを一番何だったんだろう。今まであの野球漫画こうあるべきだというものをすごくもう刷り込まれてるんで、刷り込まれてました。分かってるんで、はい、それじゃないところを言えばよかったんで、それはそれで楽だった。やってねえなこっちと。だから道がいっぱいあったんで、そこで始めてからは迷ってないです。意外と。足立先生の読み切りがすごくなんていうかお上手というか変な言い方するとあの行く年来る年ってあったんですか。あれめちゃくちゃあれ好きなんですけども、はい、あんな短い中にすごい凝縮されてるのにセリフが多いわけではないですよね、はい、どういう筋道で考えてるんですか。いや読み切りは昔から好きだったんです、はい、どのシーンから考えてるんですか。大体ラストシーン、ラストシーン、うん、ラストシーンが、見つかればそこまでの、この寄り道だの、はい、うじゃうじゃしながら遊ぶことは得意なんです。それでラストシーンから考えるじゃないですか、はい、ラストシーンがこうしたらいいなと思うのは分かったら今度冒頭、うん、冒頭後で考えますよね、うん、どういうふうにその掴みにテクニック的になるんですか。そこが聞きたいですね。今はねテクニックっていう、まあ、やっぱりなんかおかしなことから始めたいなと。おかしなところから始めたい。参考にならないですね。参考にならないこと言ってください。いやいやいや参考にならないこと言ってください。あの、はい、ちゃんとした漫画家真似しちゃダメだろ。おそういうこと聞きたい。ちゃんとした漫画家じゃないですか。いやいやいやちょっと待て。素直じゃない、ひねくれた目で、はい、ひねくれた目で、なんだかわけのわかんないことこら 入り込んで、あの目指す出口はあの読み切りの場合だと見えてるんで、はいはい、それはあの結構楽しく楽しめる。連載漫画だとね、はい、あの途中であの方向見失うんだけど、はい、見失ってもいいと思ってやってるんだけどね、週刊誌連載なんかは、はい、どこについたっていいやという感じでやってたんだけど、やっぱり連載と違って読み切りはこれはちゃんと起承転結で、はい、あの最後なんか読者が納得する気持ちいい終わり方みたいなんでやってたんで、はい、今ね冒頭の部分を見て面白くないって言われちゃったんですよ。私ねそれは問題です、ね、冒頭どう冒頭って何そもそも冒頭って何ですかね。まあいろんな漫画家いるからね分かりませんけどね。島本面白いよお前ね、いろいろと言ってるけど十分今の島本はね魅力的だと思うし。ありがとうございます。本当です。はい、じゃあどこに持ってく。島本和彦は魅力的だということで一旦終わらせていただきます。 OK です。島本和彦の選挙大学。はい、さようなら。